それでは、当日枠、1組目なんですけれども、このアルマジロにね、通うようになって1年、ちょうど1年に、ね、そちらにも1年いますけど、こちらも1年なんです。ミッシェル、ね、それからサトリ、そして、おなじみ、ズンコ、ね、もうズンコすっかりおなじみになりましたけど、ね、なかなかドラム叩いてくれないんですよ。ね、昔から、やってるっていう話は聞いてるんですけど、今回ようやく、アルマジロのステージに立ってくれるっていうことで、ね、ここにね、ベースとかギターとかは昨年の夏から、ちょっとずつ仕込みを始めましてですね、ようやく苦節半年、このアルマジロのステージでようやくデビューができるように、僕とかモリコにね、ちょっと手伝ってもらってね、カラオケ屋で練習したりとかね、してました。2曲ほどね、今日は、聞いてもらいます。まずはちょっとね、森下がるナンバーから行ってみたいと思います。いっぱい増えます。Thank you.
スタッフは、ね、感じの新しくて、アンコールできるほど曲がありませんので申し訳ありません。ありがとうございました。ね、そのことで、来月はどんな曲をやってるのか楽しみですね。そんなことで、レパートリーを増していってくださいね。よろしく。それでは、ミッキーコミチーム、次のご準備よろしくお願いします。トニーさん、ミッキー・トニーさん、ちょっと紹介をしてくださいね。皆さん、改めまして、こんばんは。僕はミッキー・トニー、ちょっと音大きい。ミッキー・トニーというバンドネームで、アルマジロにデビューさせてもらったのがちょうど1年前の1月でありまして、ちょっと1年経ったので、無理を言って、仲間を連れて行かさせていただきます。みんなサイズが MM サイズなんですけど、B と S という名前で活動してます。今日は2曲やらせてさせていただけるということで、まず1曲目はちょっと古めのナンバーで、環球ガールという曲を作らせていただこうと思います。実は、音が出ない、チューナーも踏んでください。バンド名なんですか？B と S、はい、みんなMM サイズなんですけど、B と S、はいはい、僕らビートルズの初期の曲しかやらないものですから、アーリーソングをやるということで B と S、 B と S、 はい、B と S、 はい、実はペアズさんも出たことのあるゴキソの、ナオハナで、はいはい、2月の24日来月の第4土曜日に一応ワンマンでライブをやらせていただくことがありまして、チャージはいただきませんので、暇な時間だけ見に来ていただけたらなと思います。チャージいただけよ。まだまだチャージいただけよ。80年のもらったら、ぜひ一度急いでる時間ないから来ていただけたらいいでしょう。中島よしきというんですけど、お願いします。中島ギターお借りします。どうぞ。ここに足を締めてまた通ってこれるようで、まず1曲目は2人で、歌う曲を三級があるという曲をやるんですけど、なかなかドラマのセッティングが決まらないご準備の方よろしいでしょうか？よろしいでしょうか？Okay.
じゃあそのままでいきましょう。 BTS さんの皆さんです。よろしく。 Thank you girl。
丈夫ですよ。喜ぶと思う。とりあえずすいません、なかなか最後のいいスタートになってしまいましたが、じゃあ、 最後の曲、愛嬌によろしくお願いします。ごめんなさい、アンプが死にました。